次の方どうぞ。はい、失礼します。失礼します。エントリーナンバー5番です。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。なんでライブに入ろうと思ったんですか？そうですね、僕はこのバンドがとても楽しそうだなっていう気持ちになりまして、そうですね、僕もなんか楽しく音楽やりたいなと思って、なんか未来が明るくなりそうだなと思ったので、志望を出させていただきました。はい、はい、ちょっとじゃあベースを弾いてる感じを、見せてください。はい、よろしくお願いします。あ、曲名を そんな感じで、はい、そうですね、ライブ知ってない、ライブの、ラミゼット曲ありましたよ、ね、あ、じゃあそれやらせてください、はい、じゃあはい、ベースやります。っていう風に演奏したいと思ってます。はい、じゃあなんでこのバンドは楽しそうだと思ったんですか？なんか噂にしか聞いてないんですけど、そうですね、楽屋でとてもすごいギラギラ笑ってる話し声しか聞こえないっていう噂を聞きまして、仕事させていただきました。はい、それは楽屋だけ？そうですね、楽屋だけ。主に、はい、ステージは楽しくないと。はい、はい。打ち上げは？打ち上げはそうですね、先輩、はい、打ち上げだとちゃんとこう一個ぐらいなんか持ちネタみたいなのがないと、うん、ちょっときついですね。ああ、なんかないです。それはそうですね。ちょっと今まだ時間が早いんでちょっとまだ言えないことがいろいろあるんですけども。っていうのを言うと、うん、バーがしらけちゃうからね。ああ、そうなんですか。なんか打ち上げで使えるネタを教えてください。いいんですか。はい、いいんですか。いいんですか。それはダメです。はい、すいません。ですか。一発系のやつ。僕のリンゴ食べたいか？食べたくないです。はい、以上です。カメラに向かって、なんかもしカメラがあるとして、カメラがそうあるとして、カメラにそう。カメラをやっぱカメラにね向けて、うん、やっぱ、ね、アピールできないとダメなんで、カメラに向かって向こう側にカメラがあるとして、ご機嫌な、ご機嫌なやつを言って、小気味いいやつを。まあそれでオーディションは終了となります。アップルアップル、僕のアップル。続きまして、ダメですよね。ダメですね。いてた、こいつ噛みやがった。いて。面白い。ありがとうございました。